皆さんこんにちは。エストニア出身のライレと申します。私は昨年の2月同じスーツを着て、同じパサパサの髪の毛で緊張しながらここで立ってスピーチを行いました。まさか今年も参加できるとは思いませんでした。前回私は会社でのノミニケーションの重要性についてスピーチし、1年間しっかりノミニケーションをしてきました。その結果分かったことは、コミュニケーションの問題はアルコールだけでは解決できないかもしれないということです。そこで本日は違った視点に立って、欧州で活動する日本企業のコミュニケーションの改善についてお話をしたいと思います。それでは本題のスピーチに移ります。日本から仲裁員として来られている方の不思議な行動についてお話をしたいです。私は日本から赴任してくる仲裁の方の中には、せっかくイギリスに来ているのに日本のバブルの中で生活し続けているように感じます。つまり現地の文化風習に合わせることなく、日本では当たり前だった考えに基づき現地に溶け込むことなく行動するように感じます。ここロンドンには多くの日系企業が進出していますが、日本人駐在員は職場でもよく日本人と日本語でコミュニケーションを取り、仕事終わった後も日本人の同僚とご飯を食べに行って、週末は日本人の同僚とゴルフをするといった話はよく聞きます。少し大げさかもしれませんが、このような話はロンドン以外の他の国でもよく聞きます。私はそのような方たちへメッセージを伝えたいです。 Think Global, Act Local です。グローバルに考えながら現地の文化風習を受け入れ尊敬し、それに合わせて生活や仕事をすることです。日本から派遣されてきた駐在員の方の不思議な行動の一つに自ら駐在員という壁を作るということがあります。それは上司と部下といった関係以上の内と外の壁です。アフターファイブでバブに行くのも日本人同士で固まって、現地スタッフはまた別で固まって飲みに行く光景をよく見かけます。確かに日本人同士で飲みに行けば言葉の問題もなく居心地よく会話をできるかもしれません。しかしロンドンにはいろいろな国からいろいろな人が集まっています。それはロンドンの一番の魅力であると私は思います。そのような違う考えを持った現地スタッフとコミュニケーションを図り、壁を壊す努力をしてもいいのではないでしょうか。このコミュニケーションを図る上で避けては通れないのが言語の問題です。日本の中では日本は島国だから英語ができないという言い訳ができます。また海外において日本語を話せる現地スタッフを採用することは難しくはないと思います。しかし少し厳しい意見にはなりますが、現地スタッフを管理する立場であれば現地スタッフを管理できるレベルの言語能力は必要不可欠です。駐在員の方は滞在期間が決まっており、数年で日本に戻るという方が多いと思います。だからといって日本のままの生活に浸っていてはそれは怠慢であります。ロンドンなどの大都市であれば英語ができなくても日常生活に支障はないでしょう。しかし上司と部下との間でうまくコミュニケーションが取れなければ会社のパフォーマンスにも影響します。間違いを恐れず常にアグレッシブに現地スタッフとコミュニケーションを取って自分の言語能力を高めてください。草食系ではなく肉食系マネージャーであるべきです。次の点はチームワークです。私は日本で働いてた時にとても感動したことがあります。それは社員同士、本当に家族のように一緒に仕事することです。決められた職務内容以上の仕事をする従業員をよく見ました。言い換えれば愛社精神というものでしょうか。しかしロンドンにある日系企業ではそのような光景を見る機会は少ないと感じます。現地スタッフは定時に帰り、
駐車員は定時後も遅くまで仕事をするといったことはごく普通のことのようになっています。なぜ現地スタッフにもっと仕事を割り当てないのでしょうか。現地スタッフはあんまり仕事しないとか、定時になったらすぐに帰るとか、怠け者といった固定概念をよく耳にします。しかしそれは本当にそうでしょうか。欧米の企業では日本でいう愛社精神のマネジメントとして体系的に取り組んでいます。エンゲージメントというマネジメント用語、つまり会社に対して自身の職務内容以上の仕事を自らの意思で自発的に行動すること、そのような社員を育てることを真剣に取り組んでいますし、エンゲージメントレベル高い社員が多いほど企業の業績も良くなるという調査結果が出ています。転職が一つのキャリアステップとしても考えられている文化であるからこそ、社員のモチベーションをいかに維持・向上するかは日本以上に大変です。エンゲージメントを高める一つの要素として、業務プロジェクトへの自らの関わり度合いがあります。社員は自分が関わる業務に対して、裁量が与えられれば与えられるほど、その業務に責任を持って達成しようと努力すると言われています。しかし、ロンドンにある日系企業では、駐在員に業務が集中し、現地スタッフに対して十分な裁量が与えられてないことが多いと感じます。そのため、業務内容によって、現地スタッフに必要な情報を発信せず、何をするかのみ指示するにとどまり、業務の背景や会社としての方針を十分に共有されていません。現地スタッフをもっと信頼、尊敬し、仕事の裁量を与えるような仕組みを作らなければ、海外での持続可能な成長は難しいのではないでしょうか。中には現地スタッフを育てても辞められてしまうと考える方もいるかもしれません。しかし日本であれば、部下を育て、部下を信頼する上司は部下からも慕われ、部下は会社のために貢献したいと思い、会社や上司のために仕事を頑張っています。それは国境をまたがっても同じであると私は信じています。ワージングループ創業者のリチャード・ブランソンも言っています。社員が他の企業に転職できるほどたくさん教育を施しなさい。それでも社員が辞めたくないと思うほど彼らをよく扱いなさい。日本では最近の新入社員はゆとり世代とか、総職経営といって嘆く管理職の方がいます。しかし上司自身が保守的な行動をとる総職経営であれば、部下も総職経営になってしまうのは当然です。会社のグローバル化は社員一人一人の努力から始まります。駐在員として赴任しているマネージャーたちは固定概念を払拭し、オープンな心で常に自分の行動を客観的に見てください。Think Global, Act Local です。求められているのは肉食系マネージャーです。つまらない話ではございましたが、以上が私のスピーチです。ご清聴どうもありがとうございました。ライラさん、ありがとうございました。ライラさんは会社では日本語を主に話してらっしゃるんですか？ああ、そんなに話してないですね、最近は。はい、時々話してます。日本語をもしたくさん話してたら、駐在の方々と一緒にパブに行けたりしますね。うん、時々行けます。もっと行きたいんですけど。ライラさんは2回目ということで、はい、また今年もこのスピーチコンテストに応募したいなと思った理由は何ですか？実際ジョーンさんからメールが来て、今年また参加しないかというメールがあったから、それでちょっともう一回チャレンジしようかなと思ってチャレンジしました。それでもやはりね、自分でスピーチの内容を考え練習をしてやっていかなきゃいけないっていうのは、声をかけられた以上にライラさんの中に何かあったのではないかと思うんですけど。まあ、そうですね、実は去年ここのスピーチコンテストに出て、まあ、準備とかもすごい大変だったんですけど、やっぱりその後の気持ちはすごい良くて、
またその気持ちを感じたらいいんじゃないかなと思って、また参加したいと思いました。じゃあ今の気持ちはすごくいいですか？今はそうでもないです。後の気持ちは良くなると思います。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。Think Global, Act Local ということですけども、多分ラウルさんは今日本企業に働いてますよね。はい。日本でも日本企業に働いたことありますか？そうですね、はい。そうすると日本の日本企業とこっちイギリスにある日本企業のマネージメントの違いっていうのはだいぶありますか？マネージメントの違い、上司の違いですね。そうですね、私、スピーチでもお話をしたんですけど、日本では本当に社員同士はみんな、家族のように一緒に仕事するという感じでしたけど、ここはなんか違いますね。現地スタッフは現地スタッフと固まって一緒に仕事するし、仲裁員はまた別でするから、マネージメントスタイルといえば、日本の方が家族的なマネージメントスタイルかもしれないですね。ここはもうちょっと、コールドというかドライな感じですね。あとお話の中でね、肉食系のマネージメントと草食系のマネージメントというのがあったんですけど、はい、これどういうことですか？はっきり具体的に言うと、私の意見では、肉食系マネージャーは変化を恐れず、常に改善の心を持ったマネージャーです。で、一方で草食系のマネージャーは、自分の立場を守ることに集中し、変化や改善を起こさないマネージャーです。かなり難しいですね難しいですね多分ここに三菱重工の人いないと思いますけどもかなり日本の上司にとっては厳しいお話なんですよね。そうですね、はい、確かにでもそうなった方がいいと本当に思ってらっしゃるわけですね。そうなればいいということですか？はい、そうですね、だから今日このスピーチをしました今日本企業は変わってきてると思います？だいぶ言われグローバルになれって言われてて、だいぶ変わってきてると思うんですけど、そういう感じがしますか？みんななんかそう言ってるんですけど、私はよく分かってないですね。そんなに変わってないと思いますもうちょっと変わればいいじゃないかなと思いますね。多分20年前にこのスピーチコンテストに出た人も同じような話をしてたと思うんですよね。はい。だからあんまり変わってないかもしれないですねかもしれないですね。どうしたらいいと思います？もっと変わるべきですよね。もっと肉食系マネージャーを送るべきですね日本自身がもうあんまり肉食系がいないんじゃないですかね。日本自身あんまり肉食系マネージャーがいないということですか？でも肉食系マネージャーもいると思います。中には肉食系マネージャーも草食系マネージャーもいると思うんですけど、その草食系マネージャーは肉食系マネージャーから学べばいいと思います藤山、イギリスに来た人はたくさんローストビーフをもっと食べろというそうかもしれないですね、はい、焼肉によく行ってどうもありがとうございました。ありがとうございました。 Thank you.